しっかり聞いとけ。兵士を殺してるとカスティアの特殊部隊に狙われるぞ。何が特殊かは知ってるか。特殊な訓練を受けて重武装してるとか。つまらん答えだな。だが正解だ。警告はしたぞ。誰を探すんだっけ。カルロス・モンテロ、軍から土地を奪い返そうと地域の農家を取りまとめてるリーダーよ。でも会うのはまず無理。どうして。なんていうか昔かたぎなの。よそ者嫌いで身内以外は信用しない。楽しみ。でも大丈夫、仲介役のフィリーが助けてくれる。マルチネス飛行場のそばの工房にいるよ。簡単にはいかないもんだね。それだけの価値があるってこと。ゲリラがいてくれてよかった。これヤミーの電話。レースのポスターを見たんだけど。よく電話してくれたね。うちのレースはゲリラスタイルよ。各コースで照明弾のチェックポイントを走り抜けてベストタイムを競うの。やってみる？もちろんやるでしょう。その息よ。あんたのこと気に入った。頑張ってね。ねえクララ、軍が気象観測所を奪う理由は思いつく？それって西にあるやつ。私もそこについていろいろ考えてたの。まずはコンピューターを探してみて。活動を記録してるはずだから。わかった、探してみる。よし、慎重に行こう。頼む、早く！
地場所に劣化ウランを保管してる。奪ってきたらもっとスプレーもくれてやれるぞ。しかも対空砲を粉々にするや、やらの空を自由に飛べるようになる。こんなところで仕事してるってどんな人？フィリー？ダニーよ。いや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 、違う違う、フィリーなんていない。おう、何しょってんだ？彼はどこ？ビール。で、ここのボスは？何にでも使い道がある。手伝ってくれよ、こっちに来てくれ。そいつを抑えててほしいんだ。デッドマンスイッチだ。離したらドカーン。で、何の用だ？リベルタードの使いよ。クララから聞いてない？クララ、リベルタード、すげえビッグネームだな。でもクララは君しかいないのに。目的は何だ？家族を助ける？子供か？違う。だったら何が狙いだ？まずはスイッチを切って。カスティロを倒す助っ人を探してるの。よし、いいぞ。お前がクララのヒーロー？ヒーローじゃない。成功だ、チャーリーさん。フィリーマジックだ。助けが欲しいんならカルロス・モンテロだな。あの一家がこの国を救うんだ。分かった、合わせて。待て待て、落ち着け。まずはフィリーに好かれろ。そんでベビー・モンテロに好かれろ。ベビー・モンテロ。ああ、行くぞチャーリーさん。娘のエスパードだ。最後に会った時、東にある農園を探りに行くって言ってた。気に入られりゃいいが、どこにいるんだか。それにエスパードはジャジャ馬だぞ。ああ、そうだ、次に会ったらさ、そのバックパックいじらせてくれ。ダメ。じゃあせいぜい毒に気をつけろ。ふざけたやつね。
yo no quiero su dinero. No quiero que me lleve al extranjero. No quiero ir en su carro al ladero. Oiga, no sé. Pidi. ¿Dónde? Dani.あんたが爆破しようとしたゲリラよ。おー、ヒーローじゃないか。どうしたんだ？農園の特徴は？タバコ、白スーツ、晩餐会、それにもちろん銃も揃ってる。いくらヒーローが都会っ子だとはいえ、西部の農園がどんなかはわかるだろう。タバコに囲まれた古い建物だ。エスパーダはある副官を探してるらしいから、きっと中にいるはずだ。狙いは？さあな。モンテロの連中は秘密裏にことを運ぶ。ここは君もそうした方が良さそうだ。クララ、カルロス・モンテロとは接触した？まだよ。まずは娘を見つけなきゃいけない。カミラのことね。西を物にするには農家の協力が欠かせない。頼んだよ。カルロスと会ったらまた連絡する。ダニー、あんたはきっとカルロスに気に入られる。心配ない。モゴテの物資投下地点を変更。新しい地点で回収せよ。これより向かう。兵士より先に補給物資にたどり着けるかな。大量ね。クララも喜んでくれる。商法だろうと容赦はしない。ざまあみろ。
エスパーだって容赦ないね。現実から目を背けている国民にお願いします。ここにもビビロは世界への贈り物、世界一強力なガン治療、ビビロですが、ヤーラ特産と言えるその理由は、この国で開発したものだ。そしてこの国の農家が原材料を育て、この国の工場が製品化する。剣なんて呼ぶよりブレードの方がかっこいいのに。ない、この大発見を成し遂げたのは、何こいつ、我ら自身の血と汗と忠誠心。一体何が起きてるの。あんたね、私が死ぬことを恐れてると思うの。ああ、なるほどな。伝説のエスパーだわ、シモコ。やめろ、頼む。あんたは一体。ダニーよ、リベルタードのベビーモンテロ。ベビーモンテロだと。フィリーのやつ、父親に会いたい、クララが取引したいって。そんな名前クソほどの価値もない。クララガルシアの手下、カルロス・モンテロの娘。頼む、殺すな。クカはどこ行ったの。言えば殺さないか。ああ、カヨビアレアルだ。ホセが個人で所有してる島だ。ご満足。いいえ、でも十分。こいつは伝言を届けてもらう。ホセ・カスティロにまずは奴の副官を一人ずつ殺すって。これは娯楽。そして次にあのタバコ農場にいるアウトキャストを解放するって。これは仲間のため。そして最後にホセの喉をかき切ってやるって。ちょうどここを。これは私のため。メモを取っておくよ。剣が来たとだけ言えばあのチビには伝わる。スクガワを間違えたね。パパに会いに行こう。外にいた馬を使おう。ええ。素晴らしい。ではそのビビロですが、ヤーラ特産。死体が兵士に見つかったみたい。軍隊が追ってくるよ。そう、まずいね。
騒げる。行くよ。こっちだよ、急いで。ついてくよ。ついてきて。いい？わかった。行こう。よ、よろしくね。よし、巻いたみたいだね。ねえ、大丈夫そう。乗馬うまいね。そういうそっちもね。戦い方はどこで覚えたの？16歳から21歳まで軍にいた。うん、いいこと聞いた。絶品モヒートも作れる。ぜひとも飲んでみたいね。ここしばらくフィリーが浄化槽で作るまずい酒しか飲んでない。聞かなかったことにしとく。カスティロはこの辺りをめちゃくちゃにしたのね。というより、老いのホセが問題。私たちは小さなナポレオンって呼んでる。小さなナポレオン？かわいいね。かわいいのは名前だけ。モンテロ家が200年住んだこの土地は、あいつのせいでビビロ製造の奴隷キャンプになり果てた。ホセはみんなを銃で脅して一日中働かせてる。パパも一時期捕らえられ、毒農薬に添えされたせいで体を壊した。病気を本人は認めないけどね。それでカスティロに抵抗するため、今パパは自分なりに革命を率いてる。ならリベルタードと組めばいい。みんなそういう。でもパパはプライドが高いし、モンテロ以外の人間は絶対に認めない。じゃあ、取り尽くしはなしか。それはどうだろう。あんたは特別だと思う。クララが送り込んできた他の連中とは違う気がする。もしかしたらパパも気に入るかも。あんたのキャンプは遠いの？いいえ、遠くない。何か急ぎ。うん、ただいい運動になるかなって思っただけ。行くよ。この音は？西に着いたってことだよ。剣とそれにヒーローか。無事でよかった。合流できたんだね。問題もあったけど、こいつのことはついてたね。いい時に来た。晩飯の時間で。警察に。嘘つけ。そいつは名前は。名前なんか聞いてない。落ち着いてって。ダニーよ、リベルタードの。リベルタードなんて知るか。目隠しはどうした？パパ見て、みんな農民、戦士じゃないの。チョリソーに小さなナポレオンを倒させる気？ああ、チョリソーは関係ないだろ。俺たちが霊を示すことでゲリラが育つ。これからな。だからここに。お前のどこがゲリラだ。ただの観光客だろ。尻拭いはお前がしろよ、カミラ。気に入られたね。モンテロ農園にようこそ、ヒーロー。チョリソ、デザートが食えなくなるぞ。
クララ、モンテロと接触した。どうだった？カルロスには相手にされなかったけど、彼の娘とは仲良くなれた。彼女が糸口になりそう。モンテロの考えを理解してその一員になるのよ。じゃあまずはこのキャンプを理解しないと。少し回ってくる。分かった、ダニー、気をつけて。ねえ、悪いけど犬語は分からないんだ。そういえば肉が余ってたかも。食べる？だよね。やることが多すぎる。はい、犬のためにこんなに頑張るとはね。ま、この子のためなら当然か。ねえ、これで友達になれたよね。どう？どうなの？あれ、どこ行くの？ついてこいってこと？仕事が山積み。それは？くれるの？ねえ、隠してたの？あるの？太っ腹だね、チョリソー。やるね、チョリソー。あちこちに隠してるんだね。立派なゲリラだよ。へえ、賢い子ね。溜め込んでたみたいね。こんなにいろいろくれるなんて思わなかった。フィリーはこのこと知ってるの？ってそもそもあいつが盗むの手伝ってるのか。ありがとう、チョリソー。あんたとはいい友達になれそう。